将棋の藤井聡太二冠が最年少で通算200勝を達成しましまた。藤井聡太二冠は20日王将戦挑戦者決定リーグで木村一基九段に勝利し18歳4か月と1日で通算200勝を達成しました調べられる範囲では最年少での200勝達成ですこれで藤井二冠の通算成績は200勝40敗となり勝率は8割3分3厘となっています 羽生善治九段は19歳1ヶ月と28日で達成し勝率は7割8分7厘となっていて藤井二冠は年齢、勝率ともに将棋界のレジェンド羽生九段を上回りました。